はい、こんにちは。バーチャル前原です。はい、今日はですね、米改造トーナメント2018夏休みバージョン C ブロックをやっていきたいなと思いますね。はい。はい、じゃあ、これからこの C ブロックやっていくんですが、その前に、この5秒間やっていきましょうか。この間にチャンネル登録やこの動画が良かったなと思ったら高評価お願いしますね。じゃあ、いくよ、せーの。チャンネル登録はここをタッチ。登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな、はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、ということで今回もコメントでいただいた皆さんの改造例を採用させていただきました。たくさんのね、コメントありがとうございました。はい、はい、じゃあ C ブロック1回戦やっていきましょう、うん、まず第1試合はバスターエクスカリバーゼロバンプソード対ツインネメシスセブンスターウェッジ。第2試合はクラッシュナグナグク4スタートランス対ビートククルカンイレブンリーチボルカニック。第3試合はマキマムガルダポリッシュクロー対ハザードケルベースワンオービット。第4試合はアルタークロノスセブンメテオベアリング対レジェンドスピガンワンバンプアトミック。以上の4試合で今日はやっていきたいなと思います。まず僕はバスターエクスカリバーゼロバンプソードでいきます。はい、で私はツインネメシスセブンスターウェッジでいきます。 C2-1 ゴーシャン。おーCツーワンゴーシャン。バスターエクスカリバーのバスターモードがなかなかね、そう強いんでね。これ前回間違ったことしたプランプランが、おーっと逆にバーストしちゃったよ。あら、はい、で米書いて私がバスターエクスカリバーゼロバンプソードですね、うん、僕はツインネメシスセブンスターウェッジでいきます。はい、C2-1 ゴーシャン。ということでツインネメシスがこの後ねバーストしてもポイントで及ばないということでバスターエクスカリバーゼロバンプソードが6ポイント、ツインネメシスセブンスターウェッジが3ポイントということでバスターエクスカリバー1回戦突破です、はい、続いて私はクラッシュナグナック4スタートランスでいきます。ビートククルカンイレブンリーチボルカニックでいきます。はい、 C2-1 ゴーシャン。はい、おっと、えい、あーはは C2-1 ゴーシャン。おーやー、あーはは、ボルカニック自滅。 C2-1 ゴーシャン。あーはは、あーまただ。はい、続いて私がビートククルカンイレブンリーチボルカニックに変えます。クラッシュラグナルクフォースタートランスに変えます。はい、 C2-1 ゴーシャン。当たる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 、よし、これでいい。これは何気にクラッシュラグナルクがさ今まで勝ち上がってきてないだけにこれは、C2-1 ゴーシャン。さあここでファーストしないとビートクックか。ということでビートククルカンがこの後ねバーストフィニッシュしたとしても勝ちがないので、うん、クラッシュラグナルク4スタートランスが4ポイント、ビートククルカンイレブンリーチボルカニックが1ポイントということでクラッシュラグナルクが1回戦突破です。はい、じゃあ第3試合いきましょう。マキワンガルダポリッシュクローでいきます。はい、私はハザードキルベースワンオービットですね。 C2-1 ゴーシャン。さあマキシマムガルダ久しぶりに見たけど、うん、C2-1 ゴーシャン。さあさっきはなぜかバーストしちゃったけどどうなるどうかな。あえてこうやって見るとでかいねマキシマムガルダ、うん、もう中に下に絶対吸い込まれてる感じ。おっとおっと、おお C2-1 ゴーシャン。さあかつてはすごい強かったマキマムガルダが、あ、ディスクに当たってんだこれね、うん、あーガルダの姿勢が崩れてる、姿勢崩れてるね。これはハザードケルベース。では私はマキシマムガルダポリッシュクローに変えます。はい、ハザードケルベースワンオービットに変えます。はい、 C2-1 はい、これでもしマキシマムガルダがバーストされたらこの勝負は負けになりますね、うん、1ポイント取られるぐらいだったら、あ、1ポイント取れてもダメかな。これで負けるともう負けてしまうぐらいの後はないかな。ないね、うん、あー、ドローかな。ドロー、
3、2、1、5。さあマキシマムガルダはもうファーストしかないです。勝つ道はファーストは難しいけどね、うん、ガルダがファーストさせるのはかなり厳しい、うん、ああこれはもうダメだアウトということで、マキシマムガルーダ、ポリッシュクローが0ポイント、ハザードケルベース、ワンオービットが5ポイントということで、ハザードケルベース1回戦突破です、うん。はい、では第4試合いきましょう。アルタークロース、セブンメテオペアリングでいきます。はい、私はレジェンドスプリガン、ワンバンプ、アトミックでいきます。C、はい、2、1、5、はい、レジェンドスプリガンは左回転だね。うん、もう暴れてんね、そっち。さあ、これはカチカチ勝負になるのかな。なんないかな、うん、意外とこう跳ねるね、うん、ゴトベ対決だね、うん、あれ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  C、2、1あ、いいねいいねおおお C、2、1またファースト。はい、ではアルタークロノス、セブンメテオベアリングに私は変えます。え、レジェンドスプリガン、ワンバンプアトミックでいきます。 C、はい、2、1、ボーシャー、痛い痛い、ありゃー。さあ、最初と同じような対決かな、これは、うん、意外とでも当たりが強いね、うん、レジェンドスプリガンの方かな。だけどこれはどっちかな。アルタークロノス C、2、1、ゴーシャー、オーバーフィニッシュということで、アルタークロノスがバーストフィニッシュしてもレジェンドスプリガンのポイントを超えられないので結果決まりましたね。アルタークロノス、セブンメテオベアリングが2ポイント、レジェンドスプリガン、ワンバンプアトミックが5ポイントということで、レジェンドスプリガンが1回戦突破です。ということで、 C ブロックはこのベイが勝ち上がりましたね、うん、バスターエクスカリバーとクラッシュラグナウクとハザードケルベースとレジェンドスプリガンですね、うん、ね、最後の第4試合はゴッドペイ対決だったんだけど、うん、他は超絶対ゴッドだったのね、うん、あ、超絶が全部、そう、超絶がやっぱ勝ち上がった、うん、ということで、やっぱ超絶強いんだね、うん、ということで、次回はですね、 D ブロックの第1回戦をやっていきたいなと思います。皆さんのおすすめ改造例、またコメント欄の方にどんどんお願いしますね、うん、B ブロックの結果が出たら、C ブロックと D ブロックの、勝ち上がったベイ、うん、CD ブロックの2回戦をやりたいと思いますね、うん、それで AB ブロック、ここにね、うん、勝ち上がったベイがあるけど、これ対 CD ブロックの勝ち上がったベイの、うん、準々決勝ってことになりますね、うん、結構大詰めだね、うん、ついにね。ということで、今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、それと今回のおすすめ動画、いつものところに出てますので、ぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。